歌劇団として誰かを守るという意思だけだ。エリスさん。はいはい、偉そうな演説を聞いてる場合じゃないです。早く次の得意点へ急ぎなさい。ああ、わかった。よし、俺たちは次の得意点に向かうぞ。ハツコ、待たせたな。準備はいいか？バッチリだぜ、神山。ついにハツホちゃんの出番だな。よし、では行くぞ。三つ目の得意点に向かう。ここでやらなきゃ、女が腐るぜ。まあ、神山、あんたと初めて会った頃、あたしたち、すげえ弱かった。天ダメだった私たちは頑張れたの。あんたのおかげだと。でもそれだけじゃねえ。帝都の人たちにもすごく支えられてきたんだ。そこ。そと。え。やっ。生きた。と。ほら。失敗しても落ち込んでも頑張れって応援してるって言ってくれた。そんな温かい思いに見守られて、私たちは、だから私にとって帝都に住むみんなは家族だ。守んなきゃいけねえよな。命はっ、はい、ハツホらしいな。だが俺も同じ思いだ。今こそ帝都のみんなにもらった恩に応える時だ。必ず勝利して平和を守り抜く。元と降臨まであとわず、貴様らとの戯れも終わりだ。7つのほ、あの光はもしかして、ロンドン歌劇団参上。アーサー、ランスロットさん、まさか来てくれるなんて。サクラたちがこんなに頑張ってるのにじっとなんてしてられないよ。ここの得意点は僕たちに任せてくれ。騎士の誇りにかけて守り抜いてみせる。ああ、わかった、任せたぞ、ロンドン歌劇団。帝国歌劇団、相馬を
奴は…行こう。闇を切り裂く神速の刃、この国を、この星を、我らのものとなるのだ。これで5つの星が揃った。残るは2つ。神山、ここは私が守る。てめえは先へ進め。わかった、ここは頼んだぞ。あ、そう、次は私ね。待っていたわ、アナスタシア。頼む。分かっているわ、神山。任せてちょうだい。未来をかけて、星よ、輝け。出てはあと2つ。時間がない、急ぐぞ。了解。さすがに目障り。そろそろ消えにする。帝国過激だ。どれぐらいなんだ。早く早く7つの星を完成させなければ。待たせたな、神山。上海歌劇団参上。シャオロン、ユイさん、真打ちは遅れてやってくるってな。上海の竜、歌劇に登場だぜ。6つ目の星は私たちに任せて。帝国歌劇団は最後の1つを。助かる。みんな先を急ぐぞ。決して復活させない。絶対に私の手で止めてみせる。アナスタシア、あまり熱くなるな。判断を誤るぞ。ありがとう、神山。分かっているわ。光で照らしてくれた帝国歌劇団は世界を守る光。強くて優しい、なくてはならぬものよ。私もその光になりたい。だから死ぬつもりなんかないわ。お前たち本当に強くなったな。ありがとう、最高のライバルがいてくれたおかげさ。言っておくが、主役を譲るのは今回だけだからな。行けよ、そして帝都を救え、帝国歌劇団。駆け抜ける、行くぞ。
光だ。帝撃に来たあの日から、君はずっと帝国歌劇団花組の仲間なんだ。闇を切り裂く神速の刃、殲滅を確認、得意点を開いてください。抜ける、行くぞ。星よ、答えて。待っていなさい、ゲーン。この星の力であなたを必ず。これで6つ。そしてシャオロンたちか。神山、待たせたな。こっちは準備完了だぜ。ああ、スミレさん、聞こえてますか。7つの星を作ることに成功しました。任務完了です。スミレ様、大地に7つの星が輝きました。封印の儀式、北斗七星の陣、いつでも発動できるで。わかりましたわ。私を置いていくなんて絶対に許しませんわ。お願い、待って待って、私を一人にしないで。大丈夫、いつかきっと、いつかきっと私たちはまた出会う。スミレさん、俺たちの思いを、未来をつないでください。ありがとう、みんな。行きますわよ。今こそ輝け、命の星を。北斗七星の陣。体が動かぬ。これはまさかあの時の。そうですわ。定剣を持ちて魔を封じる儀式、北斗七星の陣。我北斗の陣、命を込めて地に注ぐ天地最短資源世界を断つ。これは今よ、雨宮さん、絶海の力を解き放ちなさい。お母さん、力を貸して。やめろ。雨宮の命に宿る絶海の力、今ここに。敗となれない。
転校生を紹介する。あなた、君はあの時のおてんば娘。運命の出会い。限界突破始動。平和を守るためならば、この命、燃え尽きても悔いはない。それが誇り、人だけが持つ強さだ。分かっているな、神山君。倒れることは許さないぞ。ありがとう、アーサー。この誇りを胸に、俺たちは戦い抜く。これでも食らえ。さあ、これで終わりだ。そこだ。撃ちます。これでも食らえ。切り切れる。決める。青き空を駆ける。天の衝撃。闇を切り裂く神速の刃。みんな、なぜだ、なぜ。
ラは強いんです。終わったわね。やったな神山、大勝利だぜ。これで帝都は救われた。清十郎さん、最初地上勤務を命じられた時はさ、左遷かと思ってたんだ。だけど帝国歌劇団に来て君たちの隊長になれて本当に良かった。ありがとう、みんなのおかげでこんなにも笑顔でいることができる。何を言ってるんですか、そんなの私たちもですよ。そうですね、うん、感謝しているわ。清十郎さんが隊長になってくれて本当に良かったです。みんな、あなたを呼んだ私の目に狂いはなかったわ。すみれさん、それにみんなも。コウマに操られるなんてだった。私たちを助けてくれたこと改めて礼を言う。まあまあ安静はそれぐらいでいいだろう。その後の戦いで十分に働いたじゃないか。確かにエリスってめちゃくちゃ強かった。今度勝負しようよ。帝国歌劇団のみんな、よく頑張ったね。いい戦いぶりだったぜ。さすが俺のライバルだ。みんな、この勝利はみんなの頑張りのおかげだよ。誰一人欠けていてもこの勝利はなかった。世界歌劇団が力を合わせた結果さ。それでも今はあなたに感謝したいのよ。すみれさん、ありがとう。神山くん、帝都、みんなを守ってくれて。はい。清十郎さん、それじゃ全員でいつものあれやっちゃいますか。そうだな。それじゃあみんな行くぞ。どんなに辛いことがあってもみんながいれば乗り越えられる。信じた道が正しき道です。これこそ真の世界歌劇団だ。ありがとうみんな。せーの、勝利のポーズ決め。
さて、そろそろ時間だな。聖十郎さん、さくらです。もう出る準備はできてますか？ああ、今行くよ。ちょっと待っててくれ。聖十郎さん、もうすぐ世界歌劇団公演が始まりますよ。ああ、いよいよだな。平和の祭典、最大の目玉、その特別公演だ。また世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて夢みたいです。ああ、俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？もちろんです。みんなどこかでくつろいでますよ。そうか、じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。はい、それじゃあ私は先に舞台へ行ってます。挨拶が終わったら舞台に来てくださいね。ああ、わかった。それにしても、まさかお前と帝劇がこんなにも成長するとはな。最初は帝国歌劇団の名を借りた弱い奴らだと思ってた。それが今は俺たちに肩を並べるほどだからな。多くの壁が厳しく立ちはだかり、俺たちを鍛え上げてくれたのさ。そして俺たちにとっての最初の壁は上海歌劇団だった。俺たちがここまで成長できたのは君たちのおかげでもあるんだ。礼を言う。ありがとう、シャオロン。礼には及ばねえよ。いいライバルができて張り合いがあるってもんだ。いいか神山、お前はこの俺が認めた男だ。俺以外に負けるのは許さねえからな。それで次の歌劇団対戦では上海歌劇団が勝つ。今度は油断しねえから覚悟しておけよ。神山君、おめでとう。君ならやってくれると信じていたよ。アーサーとランスロットさんの力もあったからこそ、あの原案を倒すことができたんです。なら僕たちが手を組めば完璧だな。どうだい神山君、ロンドン歌劇団に入らないか？我が騎士団に君のような侍が入ってくれれば、僕たちは無敵の歌劇団になれると思うんだ。ありがたいお誘いですが遠慮します。これは帝国歌劇団の隊長でいたいですから。やれやれ、売られてしまったな。まあでも僕はまだ諦めてないよ。今回の戦いを経て僕たちも強くなった。